AWC-G2 は、アメリカ合衆国の AWC システム、テクノロジー社が1990年代初頭に開発した、ブルパップ方式の半自動狙撃銃である。AWC 社のオーナー、リン・マクウィリアムズは、M14 小銃を原型として、ブルパップ方式狙撃銃、G2 シリーズの開発に着手した。共同開発者のゲール・マクミランは、 主に AWC 社向けのブルパップ、小重用銃症を設計、製造していた、マクミランライフルストック社の創業者であった。G2 の精度は 1MOA で、アメリカ合衆国をはじめとするいくつかの国の政府機関によって試験が行われた。各種重心、スコープマウントや、消音機取付部などの有無、セミオート射撃のみのモデルや、 フルオート射撃可能なモデルなど複数の派生型が存在した。最後の派生型の一つである G2A はフォートブラックの狙撃手学校での試験のために設計、製造された。このライフルには重従心とマクイリアムズが最後に設計したスコープマウントが取り付けられていた。G2 シリーズはごく少数のみが製造され、アメリカ政府向け調達及び個別販売が行われた。 G2A は重重心と新型のスコープマウントを備えたモデルである。G2A は狙撃手学校での試験を行うべく設計されたモデルで重重心とスコープマウントを備えていた。G2FA はフルオート射撃用のモデルだった。ありがとうございます。